1924年のベルリナーのヘリコプターベルリナーのヘリコプターヘンリー・ベルリナーはアメリカ合衆国の航空エンジニアでヘリコプター開発のパイオニアである。蓄音機の発明などで知られるエミール・ベルリナーの6番目の息子としてワシントンに生まれた。陸軍航空隊の航空写真技師として働いた後、1919年にワシントンに戻り、 父親のヘリコプター研究を手伝い始めた。80馬力のローヌエンジンを積んだテスト機は、反転するローターを備えて、ホバリングと前進ができた。さらに、ニューポール23の胴体を購入し、ベントリー220馬力エンジンを取り付け、胴体に取り付けたトラスに取り付けた2つのローターを駆動した。さらに3番のローターを胴体後部に取り付け、 機体の姿勢の制御を行った。1922年6月16日にアメリカ陸軍に対してヘリコプターの公開実験を行った。1923年にエンジン故障に対応するために採用式の主翼を追加した。機体の性能は、前進速度は時速 60km で1924年2月23日に15フィートの 高度に達したのが最も良い記録であった。1925年に服用機に似た形状の改良系を作成したが、性能向上はわずかで、ベルリナーのヘリコプター開発はこれで最後となった。1926年にベルリナーエアクラフトカンパニーを設立し、固定翼機の開発を行った。1929年にこの会社は、ベルリナージョイスエアクラフトに吸収合併された。 ベルリナージョイス時代に単要複雑戦闘機 P-16 などが開発された。ありがとうございます。